あ、茨城センスですね。晩ご飯の後に食べようと。いや、私もね、最近干し芋たくさんあるんですよ。干し芋6パックぐらいあって、もうあのお腹が空いたら朝ごはんにしてます。腹持ちも良くて食物繊維もあるので、すごいうってつけなんですよね。栄養価も高いですし、美容にもいいですから。いや、いいですね。これは紅はるかって書かれてますか？美味しそう。干し芋干し芋っていうお菓子も美味しかったんですよ。皆さん美味しいんですよ。この間帰省したらありました、干し芋。あの水戸駅に参りました。干し芋干し芋干し芋ですね干し芋干し芋健康にいいですねって、あれ戻っちゃいました。なんでですかこの流れでも優しいですね、あのジングル流れなかったんでまだまだ優しいなって思いました。まだあれなんか消えちゃって大丈夫ですかはい、まあ皆さんもあの美味しいもの食べて過ごしていただきたいなと思います。ご当地の美味しいものをおおっていただいちゃいました。皆さんありますか、あのおすすめの食べ物なんでしょう。あのゆいちゃんだとずんだのイメージがありますけれども、宮城ですね。他にも、もしこの都道府県でおすすめのね商品があったら教えていただきたいですね。冬の時期ですからね。あ、もみじまんじゅういいですね。もみじまんじゅう食べながらイルミネーションとか見たいですね。幕張今日綺麗でしたよ。王道ですか、広島市内お好み焼き。あ、お腹すきました。今日お弁当食べてきたんですけれども、ポテチパンっていうのがあるんですか。ポテチのパンですか、ポテチが中に入ってるんですか。あ、そうなんですか。サラダパンの中にポテトチップス砕くんですか。でも美味しそうですね。食感が変わって、あ、パチパチっていう感じなんでしょうかね違いますか、パリ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 ですか、パリパリまあ、パチパチもパリパリまで同じですけど、擬音語がちょっと特殊だったのかもしれない私のね。パチパチパリパリか、パリパリって感じですね、うん、パチパチだとサーティワンのアイスみたいですもんね。パチパチってパリパリですか、ちょっとありがとうございます。ご当地商品教えていただきました、うん、同じですねと。あ、フォローありがとうございます。お優しい方々ですね皆さんね。はい、ということでまったリポートで。